今週も始まりました家庭菜園巡りです。先週と同じ畑に今日は来ております。ここは共同で何名かの方が、だいたい 4,5 人の方だと思うんですけれども、作っている畑になります。農家さんの大きな畑なんですけれども、一般の非農家さん、農家ではない方がお借りして共同でやっているわけなんですけれども、それぞれ区画分けをして使ってます。でいつもここでお話をしていただける女性の年配の方がいたんですけれども、まあ、その方がですね、先日お電話がありまして、実は、体の方がちょっと調子が悪くて、まあ、入院されてたそうなんですね。ちょっと手術もされたみたいで、まあ、今後この菜園、私が作っているところは畑がもうできそうな体でもないから、塚原さん、今後私の代わりに今作っている畑を引き受けてくれないかというお声をかけていただきまして、今後私はその女性が作っている方の一部をお借りして管理をしていきたいと思います。全てもう任せるということだったんですけども、今までその方が作ってこられた、まあ、いろいろ玉ねぎとかニンニクとかネギとかまだ残っているんですね。まあ、他にもあるんですけども、それらを手入れをしつつ、今まで昨年も動画でここで撮影させていただきました。1年間で、だいたい春にどんなものを作っているとか、夏にはどういったものを、まあ、ナス、ピーマンとか育てているとか、だいたい把握できていますので、その方が今まで作っていたような作物を作って育てて、でなるべく周りの方にご迷惑がかからないように、まあ農家みたいな大きなものではなくて、皆さんに合わせたようなスタイルで、こじんまりとちょっと、やっていきたいと思います。でここで今後育てて、作った野菜は、その方が今まで、20年間も、女性の方がもう80近くもなると思うんですけれども、お一人で頑張ってやってこられたので、採れた野菜は、その方に食べていただきたいと思って、作っていこうかなと思っております。まあ、季節からもう気温がだいぶね、暖かくなってきましたので、いろいろ雑草とかも生えてきてます。もう杖をつくぐらいですね、やっとこの菜園も案内してくれて、ここからここまでが私が今借りているところだからと案内していただいたんですけれども、本当にね、体も辛そうで、まあ、ゆっくり休んでくださいということで、私がこれからやらせていただきますので、どうかよろしくお願いいたします。それでは今畑にいろいろ野菜がありますので、ちょっと見ていきましょう。はい、まずはこちら、結構ここは広いところですね。3区画ぐらいに分けてこの方は作っていたんですけれども、結構面積がありますね。ここだけでだいたい8平米ぐらい、これが3つ4つぐらいですね。四方30、まあ、30平米ぐらいの畑です。でここには大根、あとほうれん草が秋冬で育てて、で2月3月の上旬ぐらいまで育てて食べて、少しずついたもので、少し残っていたんですね。でもう寒さにあたって溶けていたので、これは私が先週撮影した後に引き抜いて片付けておきました。であらかじめもう堆肥と石灰とかも撒いて、土作りは準備はしてあります。いや、花が綺麗に咲いてますよね。もうこれが出てくると春だなと感じます。まあ、それと同時にね、こういった畑耕して作物を作らないとこも結構雑草などが生えてきてますね。もうスミレとかも結構いっぱい咲いていたので、これ耕す前にここにもスミレがいっぱいあったんです。カモミールとスミレ、それを少し引き抜いて鉢に植えて移植してありました。この辺りはもうある程度取ったので、玉ねぎとかの今後ね、で邪魔になってしまいますので、今日は雑草とかを片付けようかなと思ってます。ここは玉ねぎとニンニクなどがあります。ここマルチがしてあったそうなんですけれども、冬の間強い風が吹いて、やっぱ年配の女性の方ではね、体がご不自由ですからね、なかなか、マルチを張り直すというのは難しかったそうで、剥がれちゃったみたいですが、でもやっぱり今まで20年間ここをですね、ずっと耕してたわけですからね、
最初はすごく土地が荒れてたそうです。少しずつやっぱ土作りもしてきたそうで、いろいろね本とかテレビを見て勉強されて、もともと農家さんじゃないので何もわからない状態で始めたところでもこんなに立派な玉ねぎが、ね、育ってますね。ここは車が止めるとこがないので自転車でスコップと三角砲うちの畑から、担いで持ってきました。いやこれだけでもね結構一苦労ですね。こうやってやってみるとやっぱ菜園をやられている方の苦労というのもねやっぱり分かりますよね。そういった経験も自分にとって勉強になるかなと思って、はい、こちらが、柿菜ですね。これは柿菜ですね。緑色。お、もういい感じに花芽が持ってますね。お、いい感じです。これは今日摘んだら、おばさんのところに持ってってあげよう。今日はこの柿菜とお土産は、この方が育てているネギと持ってってあげましょう。なかなかね、もう歩くのがやっとこで80にもなると、私もおばあちゃんね、見とるまで、看護をしてきましたけど、看病してきましたけれども、本当に一人で歩くっていうのはすごく大変ですよ。10メートル、20メートル歩くだけでも大変ですからね。で、この方にこのネギ、ネギも葉ネギだと思うんですけど、何のネギですかって聞いたら、これはお友達にいただいたネギの株だそうです。坊主知らずですね。ネギ坊主が出ないタイプ、これ2つあるらしくて、こっちはネギ坊主が出ないタイプだよって。で、もう一つがこっちです。これ広いですよね。これも耕しておいたんですが、ここに真ん中に、はい、これも葉ネギ。こっちの方はネギ坊主が出るよって言ってました。まあ、これは普通の、九条ネギ、太ネギなどでしょうね。まあ、九条ネギっていうのを1本とかね、植えておくと、こんな感じに増えちゃうんですよね。ネギ坊主が出る前に、これを今日お土産にしましょう。相当20年、ね、頑張ってこられましたね。こういうのは大切にしたいですね。あとはこちらにイチゴ。イチゴも栽培してたんですよね。覚えていらっしゃる方いますか？去年のちょうど冬頃かな。あ、イチゴがあるって、ね。イチゴも大きく育ってますよ。不織布1枚ですね。上手に栽培されてます。でシルバーのマルチなのでアルブラムシも寄ってないですね。おー、もう花が咲いてイチゴが小さいのがついてます。ここ数日あったかいですからね。ではまずイチゴがちょっとトンネルがぐらついてるのでこれを手直ししていきましょう。不織布をとりあえず外しちゃいましょう。一度きれいに支柱をもう少し、これ支柱を刺すだけでも一苦労だったでしょう。大変でしたね。あ、パッカとか使ってますね。この女性の方以前旦那さんとお二人で菜園やられてそうですけれども、旦那さんも、数年前に、亡くされて今度はお一人で、ね、旦那さんとここで楽しく過ごした、思い出をね、があったということで、お一人でも頑張って続けてきたそうです。そういうの聞いちゃうとね、よりね力が入りますね。よし、これで不織布をとりあえず外しておきまして、お、草が結構生えてますね。引き抜けるかな。ちょっと枯れ葉を取って、枯れ葉を取りつつ、ちょっと株元をきれいにしましょうか。あ、これね、おひしばちゃんですよ。このおひしばちゃんはすごいすごいですよね。根っこが、おお、取れるかな。いちごちゃん頑張ってください。よいしょ、お、取れた取れた。これこれこれがおひしば、すごい頑固なんですよね。よかった取れた。おお、下土が柔らかい柔らかい。今日はちょっと急いで来ちゃったのでね、スコープとクワしか、三角砲しか持ってこなかったので、後で追肥してあげましょう。よっ、あ、花も結構ね、咲きそうですね。いい感じです。ちょっと斑点が入っている葉っぱは、
今のうちに取り除いておきます。下の株元すっきりしておけばね、これからいっぱい花咲かせるでしょう。まあ、だいぶすっきりしましたね。クソも結構生えてましたね。カゴいっぱい取れました。これですくすく元気に育ってくれるように後で追肥をします。ちょっとこのままだとね、ここは生地がちょっときますので、いちご全部持ってかれちゃいますから、不織布をきれいにかぶせておきましょう。この支柱をもう少し移動しようかな。これはここで OK かな。あんま高さはいらないですもんね。これがもう少しこっちかな。これをじゃあこれをもう少しここに刺して、まっすぐこんな感じかな。今日急いできたんで長靴忘れちゃいました。運動靴です。こんな感じでいいかな。よし、これをもう少し寄せましょうか。こんな感じ。よし、もう少し低い方がいいかな。高いと飛んじゃいますからね。あ、すごい頑丈にやってましたね。よし、よっよっよっ。これだけの支柱を、やるのは大変ですよ。よっ、よくやりましたね。これは大丈夫かな。これでこの感じにしておきましょうか。よいしょ、よいしょ、よいしょ、 OK OK。 よし、じゃあ不織布をかぶせていきましょう。届くかな。今日は風がなかったから良かったですね。昨日は風がすごかったです。でも生暖かい南風、すごい強烈でしたね。よし、あ、いい感じ。あ、なんとかかぶりますね。これで OK かな。これでパッカーで収まえておきましょうか。あれ、これスルスルだ。あれ、一サイズは、これはちょっと大きいんだ。何かあるかな。この辺にパッカーとかありそうですね。このバケツかな。あ、あったあった。おお、いっぱいある。あ、これこれこれ。あ、こっちですね。このパッカーだ。これは何ミリなんだろう。16ミリ。あ、16ミリのパッカーだったんですね。じゃあこれで止めていきましょう。あ、先にこの杭で止めちゃおうかな。真ん中寄せて、ギリギリだと届かなくなっちゃうかな。細くして、これだけよく揃えましたね。これはもう本格派ですよ。こんな感じでちょっと巻いてあげて、ギュッと、よいしょ、よし。こっちもこっちも届くかな。あ、届いた届いた。あ、よかったよかった。オッケー、これ絞って、よいしょ。ほんと今日は暑いくらいですね。お昼になってちょっと曇ってきましたけど、朝からすごい日照りが強くて、日差しが強くて、半袖でね、皆さんいましたね。よいしょ。ちょうど季節の変わり目ですからね、体調崩しやすい。僕ちょっと花粉症持ちなのでマスクしてないとやばいんですけど、よいしょ。いや、運動靴だとちょっとやりづらいな、これ。うっ、こいしょ、よいしょ、これで OK。 あとはパッカー使いましょう。あ、これもあったんですね。おお、これも、あ、これもいいか。これが4つあれば、あ、これ4つあるからこれにしましょう。ダブルパッカー、これの方が飛ばされないでしょ。パチン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 、よいしょ、よいしょ。あ、オッケーオッケー。はい、これでいちごトンネル一丁上がり。あとはここの玉ねぎ畑ですね。
ここもすごいいっぱい生えてますので、これも取っていきましょう。このスミレちゃんも200株ぐらい移植しましたからね。これも可愛いですよね。よいしょ、柔らかい土がすごいわ。よいしょ、皆さんもうじゃがいも植えたのかな。じゃがいもはね、土に埋めちゃうと見えなくなっちゃいますからね。だんだんなんとなく台形状になったりね、平らになってるとこは今だいたいじゃがいもですよね。あ、そういえば他の菜園でいつも巡っているところの秋田県出身の方もじゃがいも植えてましたね。札が刺さってました。北あかりの木、男爵のだっていうのがガムテープで貼ってありました。よっ。よっ。ね、この通路のところを皆さんが通るので、その取っておきましょう。少し鶏糞の匂いがしますね。あなたが多分発酵鶏糞撒いたんでしょうね。はい、こちらも片付きました。草取ったところで三角砲で少し耕していきましょうか。玉ねぎの草取りが終わりました。ちょうど三角砲を持ってきたので、真ん中うねま上間のところを中耕しておきました。ちょっとなみなみと葉っぱがしているので、肥料も足りているので、このまま様子見ていきたいと思います。最後、今日はある程度草も片付きましたので、こちらの里芋と八つ頭、これちょっと掘って、まあ、週中お昼休みにでも来て、里芋が植え付けられるようにちょっと掘ってみましょう。これはどっちが里芋だろう。すごい大きな株ですね。これは掘るのが大変そうだぞ。どの辺まであるんだ。おお、もう芽が出てますね。すごいな、これ掘れるかな。これはすごいぞ。よいしょ、いい芽が出てます。うっ、こいしょ、うわ、いしょ、すごいな、これ一塊。よくこれ寒さ耐えられましたね。うっか、うっく、よいしょ、重い重い。取れた、取れ、あ、芽がね、もう出てるので、これはもうあれですね、あまりいじらない方がいいですね。もう畝を作ってそのままもうばらして植えた方がいいかもしれない。すごい、これはどっちだろう。これは里芋ですね。和製芋だ。はい、これ和製芋、去年育てていたものを軸だけ切り落としてね、新聞紙とビニールシートだけですけれども、大きいですね。うん。ああ、もうパキパキしてます。いい感じですね。あ、でもやっぱりちょっと上の方が黒く、これしもげてますね。うん。まあ食べる分にはね、少し厚めに皮むけばね、食べられますからね。ちょっとここだけ、ばらしてみましょうか。綺麗にばらして、なるべくもう芽が出ちゃってる。すごいな。よいしょ。おー、すごいいい芋です。これすごいな。これドタレかな。これドタレですね。うん。すごい最高級の芽が出てます。
こんな感じで置いときましょう。もう霜降りないので、こうパキパキ折ってこんな感じで置いとけば大丈夫でしょう。すごいですねこれ。お、すごい株張り、お、食べやすい。これ芋の煮っころがしにちょうどいいですね。いや、これはちょっとキリがないので、もうちょっと今日は皆さんがもうまたお昼食べ終わって皆さんも集合しているので、ね、またお邪魔になったら、ね、今みんな忙しい時ですからね、撮影していてお邪魔にならないようにちょっとある程度ばらしたら戻りましょう。まあこれは里芋、うん、だって分かりましたので、あ、いいわ、まあ、いいどたれですね。こう置いておきましょう。ちょっとこっちも気になるので、こっちも少し見て終わりにしましょう。これはどうかな。これは結構量が余ってますね。よいしょ、よいしょ。この辺はあったかいんですよ。あの、うちの農園とまたちょっと離れています。車で5分ぐらい離れるだけで全然温度が違うんですよね。で、ここは車の通りがあるので、霜、夜も結構ね、通り、車通ってますから、霜が降りても、その風が、車のあれで飛ばされちゃうんですよね。蛇とか出てこないですよね。結構いるんですよね、こういうところに。蛇ちょっと苦手なので。うわ。花粉症。どこだ？あ、芽がありました。芽がありましたよ。ほら、ここだ。こっちはないかな。ここからだ。あ、もうやっぱ出てますね。うん。あ、穴が開いてる。これは何かな。モグラかな、ヘビかな。大きさからしてこれはちょっとヘビっぽいですね。もしかしたらネズミかもしれませんね。ね、この暖かくなってくると、ね、こういったかぶせ物してあるところってね、ネズミがね出てくるんですよね。ハツカネズミが、よいしょ、芋とかかじっちゃいますからね。よいしょ、どうだ。お、あったあったあった、よいしょよいしょ。お、これなんだろう。さて何でしょう。これ、せ、あったかい。おお、これは何でしょう。おっとっとっと、あ、これはあれですね、八つ頭です。うん、八つ頭特有の、あの、小芋がこう形が細長いんですよね。里芋とかどたれよりも少しわずかにスリムで、このね、真ん中の八つ頭ってなってるところが、これが芽がこう密集してるんですよね。こう綺麗に洗うといっぱい芽があるやつですね。八つ頭もこれ、小芋をこうポキンと折って、これを植え付ければまたこういった大きな八つ頭ができて、さらに脇に小芋がいっぱいできます。八つ頭も美味しいですよね。あ、OK、これで確認できたので、後で来て畝作ってやりましょう。まあここも週1ぐらいしか来れないので、マルチをやりましょうか。草が生えたらね、皆さんに迷惑かけちゃいますからね。これは綺麗に洗って、あれかな、おばさんに持ってこうか。少し洗ってあげれば喜びますからね。うう、穴が続いてる。うわ、ちょっとおっかなびっくり。よし、だいたい里芋も取り終えたところで、最後ネギおばさんに少し持っていきましょう。美味しいところ、太いところ、ま、美味しいところって僕が作ったもんじゃないですけどね。怒られちゃいますね。よいしょ。まあ好きにしていいよっていうことなんですけど、うなっちゃっても耕してもいいよって言いましたけど、やっぱりね、一生懸命作ったものですから。おっとっと。ひっくり返っちゃいました。これも、ね、ネギ。ネギぬたとか、うん、ちょっと酢入れたり、ね、酢味噌とか、うん、いいですよね。ちょっと季節の変わり目は風邪ひきやすいですから、酢をちょっと入れて、ね、体にもいいですし、まあ、いいネギじゃないですか。これ葉っぱも美味しい葉ネギですからね。これブツブツと切ってね、ネギぬたと、あとは何だろうな、まあ味噌汁と、ね、お好み焼きなんかにね、この葉ネギなんか散らすとうまいですよね。
このぐらいでいいかな。イラ持ってってもね、食べきれなくてね。よいしょ。いや、終わりました。今日はおばさんにですね、こちらお土産で葉ネギ、これ持って行ってあげたいと思います。でこれだけあればしばらく食べられるでしょう。で里芋もこれ大きいところ、ちょっと種芋に使うにはちょっと大きすぎるところ、これ食べたら美味しいですよね。おばさんもこれ持ってくには結構重いので、多分しばらく掘った形跡がないので、これ煮物で食べていただきたいですね。ご自分で作ったやつをね、楽しんでいただければと思います。今日は菜園巡りとしてちょっとやろうと思っていたんですけれども、まあこの畑をね、今後お借りするということで、最初まだちょっと手入れが行き届いていないところを草取りとかやらせていただきまして、ちょっと時間が取れず、今日は草取りだけの動画になってしまいましたが、また皆さんが今他での、菜園仕事やっているんですね。今後ろの方でも数名の方が今お昼ご飯食べ終わって、管理機で耕したり草取りしたり大根の種まいたりやってます。じゃがいもも植えてる方もいます。はい、皆さんの方はいかがでしょうか。気候など暖かくなってきて、だいぶ春夏野菜の準備など進んでますでしょうか。ちょうど今季節の変わり目ですね。本当に風邪をひきやすい季節です。日中は暑くで夜が極端に寒い、これで体が勘違いしてしまって、ね、うっかりしていると風邪などひいてしまうと、楽しい菜園が、まあね、少しお休みになってしまう場合もありますので、体をね、休め骨休めしながらゆっくりと楽しい菜園で皆さんもお過ごしください。ではまた明日も頑張っていきましょう。今日もご視聴いただきありがとうございました。またよろしくお願いいたします。